余ったリーダーカードください。実はいっぱい余ってます。あのゴルフリーだけちょっと俺買い取るわ、はい、1000円ぐらいで買い取ってもいいよ。わかりました。多分実は、結構リーダー一応ファンデッキとして組んでるから、はい、もういろんな段多分10箱近くずつ買ってるんで。あ、ほんと、うん、大量に余ってます。ゴルフリー1000円で売ってください、はい、そしてとりあえずこれの黄色のフリーザ軍ばっかりのデッキがあって、はい、それでいろいろフリーザリーダーだフリーザ系のリーダーだったら使えるかなと、はい、一応今、うん、これクーラーとかって専用コーチレジェンドリーダー以上は今ここにある、うん、クーラーも持ってたはずなんだけどさ、はい、あ、なにこれ、なんか限定版じゃん、はい、すごい。あ、これね、これ確か自分のカードを道連れにしてドローするんだよね、はい、でパワーガンだよね。パワーがあります、はい、ちなみにこれも、あ、俺これも好きだったけどね、はい、これ結構専用構築が要求される、はい、専用構築が要求されます、うん、それも、うん、俺これも結構好きだった、はい、でもまあ5段が出た後じゃこれしょぼいんだろうな。そうですね、ベジットでもすごい安定感あったよね、はい、普通にこれ2段か2段ですね、割と長く使ってたよこれ、はい、すげえ安定して、1万5000上がったりとかね、はい、そうそう、手札をエネルギー手札を置くと1万上がるとか、1万になる、めっちゃ安定感あったこれ。あとこれ序盤猛威を振るってた、最初の頃、最初の頃もうヴィルスが出た時は並べちゃいけないっていう、はい、それでどれだけもうライフ4から2アタックできるか、うん、そうそうそう、でこういうのに対してこう手札をエネルギーに置いてパワー上昇みたいなのが出てきて結構詰めれるようになって、はい、あ、これもデッキ持ってたんだけどなくしとんだよ、はい、リアルカードで持ってたはずなんだけど、これも結構そうですね、ボージャックも普通に強かった らしい動きができたしね、しかも、はい、ただ5段のせいでレストのイブはほぼなくなった。あ、そうか、そう鉄壁防衛の、うん、パイクーハンとウィスさんの、あとなんか思い入れのあるリーダーある？今は持ってきてんのが全部、これ宿なのに全然使われなかったブロリー、これ今持ってきてあるのが全部レジェンドレアのリーダーばかりなんで、うん、でカード余ってたらさ、はい、1万2000レギューとかやってみたいよね、はい、ザコリーダー同士で殴り合うっていう。これも結構でもこれ使いづらかったかな、俺も使ってた時期あったけど、そうですね、こういう除去悟空っていうなんかあんま悟空らしくないし、ね、そうですね、どっちかっていうとベジータっぽい感じだし効果が、はい、ただこれ盤面除去だよね、はい、盤面除去で、うん、2コスで2枚ドロップなんで、うん、いや面白いっすね。唯一レアがこれだけなんで、それ以外全部レジェンドレアとシークレットレジェンドレア、うん、ちょっと俺ブラック練習しとくわ、はい、俺結構これは5段環境でリアルカード持ってたと思うんで、はい、そう、なんかね、うん、これも強かった、はい、うん、これがこれも使った覚え、全国大会で、確かリアルの部の方で優勝してます、してるんだ、はい、うん、共闘環境で、はい、アプリが、もうこれを超えてね、うん、なるほど。いや、あ、これもストライク上がたられば上がるみたいな、はい、手札が7枚以上で、うん、ドロップに確か手札1枚置いて、うん、なおまだ手札が7枚以上あったらストライク3になるっていう、ちょっと一部若干使いづらい。でさ、思うのがこれヒット単体のリーダーないよね。いないですね。ね、あってほしいよね、ヒットめっちゃ強いじゃんね。ただ海外版だったら確かこのシャンパ消えて単体になるんですよ。単体なんだよ。そうだよね、ヒット単体でもインパクトある強さだよね、はい、こいつは。そうだよね。いや、ていうかもうお付き合いいただけるなら海外版遊んでみますか、はい、俺仕入れるよ。そうですね、仕入れても遊ぶ人がいないから。ただ英語いけるかっていうところなんですよ。ちょっと俺英語自信ないんで読めない。確かに、うん、ちょっと触ってみたいよね、はい、海外版苦手。最初の方だけ海外1回動画で、うん、見てた、うん、見てて、なんだっけ、今どこまで行ってる、もう合体ザマスとかいるんだよね。合体ザマスとかも序盤の方に結構からいるんだ、はい、ジレンもいるし、だってここまでしかいないんだよ、はい、日本ここまでしかない、ここまでなんだよね。もう海外だと確か1段2段あたりからもう、うん、合体ザマスとベジ、うん、
ベジットブルーとかで、なんかピッコロ大魔王のストラクチャーデッキあったよね。ありました。なんか無印ちょっと戻ってんじゃんみたいな、うん、海外はもう無印からヒーローズ、スーパー、GT、すべて何でもある。ああヒーローズからもあるんだ。はい、うん、なるほどね。ヒーローズも一応プロモーションアニメが展開されてるから、はい、海外の人にも多分あの物語は伝わってるんだね。そうですね。あの筐体はないだろうけど。確かに、うん、ただ正直あのヒーローズのやつ見てると 、うん、強さランキングあえてつけるとしたら、うん、一番最強ゴールデンメタルクーラーです。マジで現状それは強かった。そう現状ゴールデンメタルクーラー俺まだ見てねえんだな、うん、身勝手の極意より今強いんです、うん、強いんだ。実際戦ったら多分身勝手の極意がもう、うんうん、主人公補正で勝つと思いますけど、うん、描写を見る限り、うん、ゴールデンメタルクーラーが今一番現状最強なんです。なんかどんなエピソードがあるの、ゴールデンメタルクーラー。ゴールデンメタルクーラーが、うん、カンバっていうプロモーションみたいな、なんかサイヤ人いるよね、はいはい、そいつが、ベジット4、ベジットスーパーサイヤ人4と、うん、ベジットブルーの海洋圏を押しのけて、うん、一応大体互角かそれ以上で勝ってるんですよ、うん、カンバね。あいつそんな強いんだ、はい、そんな強いんですよ。カードでしか見たことないけど、はい、で現時点で、うん、ベジットブルーの海洋圏に圧倒的に勝って、うん、ベジット4のベジットに若干競り負けて、うん、でその後身勝手の国威に悟空が単体で覚醒して、うん、それで圧倒して勝って、うんうん、あなるほど、はい、でカンバはここで一回気絶するんですよ、うん、そして今度アニメ版のスーパーで出てたジレンいるじゃないですか、うん、ジレン、うん、そのジレンとノーマルの状態で戦って、うん、俺とお前は互角だなっていう、うん、っていうことになってて、うん、誰のノーマルが、カンバーっていう。カンバーの、うわなるほど、はい、ジレンの、なるほど、カンバーの変身してないカンバーとジレンが互角なの、はい、すげえ。ちなみに、はい、ベジット4の海洋圏が破れたカンバーの状態もノーマルなんですよ。なるほどなるほどなるほど、あそうなんだ、はい、じゃあカンバーめちゃめちゃ強いんだ、はい、そして、うん、そのカンバーがスーパーサイヤ人3になってベジットのスーパーサイヤ人4と戦ったら、うん、若干競り負けてスーパーサイヤ人4のベジットの方が若干上だった。よくわかんない。4って何だったんだろうねそもそも、うん、合体するとベジットのスーパーサイヤ人4の方が上になるんですよ。なるほど。でさらにそのわかんない、身勝手よりじゃあスーパーサイヤ人4のフュージョンの方が強いんだ、はい、若干今は強い、うん、なるほど。あいやポタラン、ポタラン、ポタラね、ポタラ英語ね。で、それで、でさらにそのベジットスーパーサイヤ人3、うん、スーパーサイヤ人3のカンバーが、うんうん、がベジット4に若干負けて、うん、身勝手の極意に負けたんですけど完全に、うん、でゴールデンメタルクーラーはもう、うん、そのカンバースーパーサイヤ人3を圧倒して、うん、圧倒してもう倒すんですよ。なんでそんなに強かったっけ兄貴。強いんですよ。うん、普通のスーパーサイヤ人1に負けたよね、クーラーはね、はい、普通のクーラーは、はい、あれ見てると強さ判定も本当意味わかんないぐらいです、うん、じゃあフリーザーとはちょっと性格が異なって、はい、結構修行を繰り返す真面目な性格かもしれない、クーラー、はい、でさらにカンバが抜けた後、うん、そのカンバを仲間に仕入れたってい いうなんかリーダー的なやつがいるんですけど、うん、そいつも一人でジレンとヒットと、うん、ミライトランクスと、うん、ピッコロ17号を、うん、悟空、うん、ベジータ全員相手にしても、まあ、普通に勝ってて、うん、で今度悟空とベジータが身勝手の悟空いつ発動するか分かんないっていう理由で、うん、悟空がベジータにフュージョンを持ちかけて、うん、ゴジータブルーになって戦うんですよ、うんうん、でそれで今そこで今ストーリー終わってるんですけど。あヒーローズってセル押されてないの。セルはまだいないです全然。ただセルが今の悟空の遺伝子とか組み込めば相当強いはずじゃん、はい、身勝手のセルとかになる可能性あるじゃん、はい、そしてまあ、サイヤ人じゃないけど、はい、そうセルってこう、ね、DNA さえ取り込まれてれば最強の素質があると思うんだけど、はい、うん、あと合体ザマスも一回そのヒーローズの方のプロモーションアニメで復活してるんですよ、うん、なるほど。で、不死身の状態でいけるんですよ、うん、ただ不死身なの、不死身の状態 でも半分だから不死身じゃなくなっちゃったみたいな設定じゃん。なくなったんです。怪我はしてるんです。ただなぜか怪我は治ってなくて、うん、そう合体ザマスって本来さザマス不死身だったのに、はい、あれこれは悟空の体になって悟空の体とザマスが不死身だったんだよね、はい、で合体しちゃったから不死身じゃなくなったんだよね、はい、っていうの説があったんですけど、うん、プロモーションビデオで完全な不死身になって、うん、でジレンとも戦って
ジレンに一回ボコボコになんか一回やられるんですけど、不死身だから全くそれがどうした的な感じでやってきて、うんうん、でそして不死身っていう設定も使っていろいろ立ちはだかったんですけど、本編でもやられた後なんか宇宙になってたもんね、はい、ザマスが、ね、最悪の宇宙になってたもんね、はい、で全王が消したんだよね、消したんです宇宙ごと、やっぱ死なないんだね、はい、ザマスは、はい、死なないです。そしてそしたら今度そのさっきカンバーを仲間にしたリーダー的なやつ いるって言ったじゃないですか、うんうん、そいつが宇宙の種っていうのをなんか自分の体に取り入れること、うん、取り入れたらなんか神をも殺せる存在になって、うん、全王より強いみたいな、今全王を殺すためにその敵が動いてる、だから全王のポジションになろうとしてると、はい、あ結構熱いんだねヒーローズ、ちょっと見るわ俺プロモーション今17話か18話ぐらいまでいってる、本編終わっちゃってるからちょっとあんま見て、はい、追いかけてなくて、はい、ああ見なきゃね、 YouTube で無料公開中だもんね、 そうですね、はい、うん、あ見よう見よう、それは見るわ、はい、見ます結構激アツですね、はい、意外と見てると面白いんです。ただこセルのドラマ欲しいんだこいつ、はい、これ無限のスペックあると思うんだよこいつ、はい、本当にねえ、ただ吸収してないやつらいるじゃん、はい、うん、そうなんだよ、魔人ブーだって吸収する相手が強ければめちゃめちゃ強いはず、はい、あいつも、はい、うん、はい、ということで雑談ありがとうございます。じゃあまた遊び来てください、はい、また遊びに、ちょっとドラゴンボール熱いですね、はい、マジでドラゴンボール熱いです、うん、今度ちゃんといろんなネタだけ作ってこれるように、うん、セルはさすがに強すぎたね、うん、セル強かったマジで、うん、じゃあまたお願いします、はい、ありがとうございました。面白い、もうボードゲームとしてやっていくしかないからね、はい、サービス終了しちゃったから、う、ね、もうアプリでできないんで、うん、一時期まだダウンロード自体はまだできたけど、もうダウンロード自体もなんかもうできなくなった、なくなったよね、はい、うん、あのアプリストアから消えたよね、はい、消えてました、ね、うん、ルール思い出そうとしてさ、ちょっとあれねえなってあったからねはい、ありがとうございました、ありがとうございましたチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと